スタートしましたまずコーダッシュは5番黒コスミアが切っていますこれを追って11番ダイアナヘイロー内は4番ラッキーライラックは控えますまず行ったのは11番ダイアナヘイローです2馬身リードを取りました14番アマルフィコーストが2番手に上がって5番黒コスミア3番手4番手になりました8番ミッキーチャームですその後ろ6番カンタービレが行って内は1番サラキアこの2頭の間4番ラッキーライラックです3コーナーのカーブ そしてこれをかわして上がっていく7番、リバティ・ハイツそして12番、ミエノサクシード第3コーナーカーブ1000を切りましたその後ろですが10番、レッド・オルガが行って内は9番、名将・オアラその後ろですが外から上がっていく13番、ベルーガあとは2番、ワントゥー・ワンが行って最後方に3番、サトノワルキューレ34コーナー中間800を切りました前は11番、ダイアナ・ヘイローの逃げ1馬身リードまもなく4コーナー。 2番手14番アマルフィコースと3番手は8番ミッキーチャーム600を切りましたうち4番手に5番クロコスミアあとは12番ミエノサクシード第4コーナーのカーブ4番ラッキーライラックは中段バグンの中です直線に向かいました 前の争いは11番ダイアナ・ヘイローを頑張っていますが14番アマルフィコースト外から8番ミッキー・チャームが先頭に変わるかあとは12番、ミエノサクシードそして7番のリバティ・ハイス4番、ラッキー・ライ・ラックアノビアはどうかまだ中断だ先頭8番、ミッキー・チャーム内は食い下がって14番アマルフィコースト外から12番、ミエノサクシード間は6番カンタービレ接近するさらには5番、クロコスミア接戦ですが8番、ミッキー・チャームが先頭合流2着は接戦どうか14番、アマルフィコーストそして5番、クロコスミア さらに外から接近12番、三重のクシードそして大外10番のレッドオールが内は1番、サラキアと大接戦となりました。